ってる分無駄な時間はなく、うん、非常にまあそういう意味でも充実した時間でした。水先生にずっとこう頼りきりだったんですけど、あ、まあ、徐々にあの、まあ、別々に別れる時間もあったので、徐々に慣れてきて結構充実した時間がありました。やはり一人の一つの手術に関わってくる人数の多さっていうのもすごいなというふうに思いました。なかなかそれをじゃあすぐに日本でっていうわけにはいかないんですよ。そんなに多いですか、手術に関わる人たちが。そうですね、いろんな方が関わっているっていうのは感じました。とにかく外の世界を見れたということで、自分の基準値というものが上がったかなというふうに思います。今の自分の立ち位置に満足せずですね、より自分がより成長していくことで患者さんに還元できるんじゃないかなというふうには思っております。アメリカの医療事情を、まあ、実際に見て百聞は一見にしかずというものがたくさんあると思います。で、日本の医療制度とは違う世界をぜひ若いうちに経験していただいて、今後の医療に役立ててもらいたいと思っております。日立総合病院につきましては、市民病院がない本市にとりまして、中核的な役割を担っていただいている重要な医療機関であります。そういった大切な医療機関の中で、特に若い医師が、日立総合病院に魅力を感じていただける一つの事業として、こういった海外へ派遣する事業を、ご自分の事業として、立ち上げて毎年継続して進めてこられることは大変重要なことだと思っております。まあ、こういった経験を踏まえて、若い医師の方々が、海外のそういったところを見聞し経験することで、また大きく成長していただければ、病院にとってもまた日立市にとっても大きなものになると思ってます。なんかバーミンガムの話も大学を誘致してからすごい街が活発になった。